今セブンイレブン泊まってます。あの二人エロ本とか探してます。ちょっと見えないけど、これはちょっと面白いです。日本のお母さんの日は5月22日。これはセブンイレブン前の看板です。見えますか？ハッピーマザーズデイ。プロの飲み会は多分、はい、家族と一緒やん。家族とか、まあ、家族の親戚なんだけど、はい、本当仲いいけん、もうちょっと小さい時からもう育ててくれた感じの。母ちゃんの次はあの人ぐらいさ。二人ともイーサン家に泊まるんですか？イーサンの部屋に。やだやだやだ、飛ばされる。今仙台駅の方を向かってます。買う予定はないですよ、多分。ここは一番ショーを取るんですよ。やっと冷めてきた、酒。人がいっぱいです。可愛い子いないですね。そればっかり。あ、発見、一人発見。それだよ。あ、見えますか？これは SS30 仙台も高いビルですね。ね、うちらをね、セミナースから追い出したのはね、大学はね、失敗だね。そうっすよね。あいつら、ちょ、俺映ってんの？映ってる、映ってる。千歩先の長の言葉、ここに入ってた。それダメだ、ダメだよ、赤塚先生に言っちゃ。終わった。もうちょっとここで日本のキャンプ。酒とかもう少し買ってきましょう。ないの？何飲みます？ん？何飲みます？酒ないの？あるんすね。また経営して、いや買ってないんだよ、この前みたいに。この信号すごいね。ねえ、信号じゃないっすよ。何にもないけど信号追加なんパチンコ。パチンコ。パチンコ。うわ、何、飛行機こんな近いと思った。ああいうの中落ちたら、撮ってたらすこの、あの、なんだっけ、お母さんは何、韓国の飛行機で乗ってくるの？アシアナ。アシアナか。それしかないんだ。香港の？あ、そっか。で、阿武隈川です。宮城県で多分一番大きい川です。工場。奥に見えるのはペーパーファクトリーです。ペーパーファクトリー、yes、これ何、広瀬川に繋がるの？繋がんないですね。海に？こっち海です。海にで
てる。これ何？福島の方から流れてる。渡りのナイルってナイル川って言われてるねえ、かもしんないっすね。結構広いよね。大きい。これが渡りの奇跡を生んだ川なの。ザニカ、オープンか。マイペラ、マイペラ。いいよ、いなくてもいいよ。これ、ここは渡りで。イチゴじゃないよ、多分。イチゴは美味しい。イチゴかな。イチゴだよ、絶対。渡り、すっごい大きな町です。ありがとう。行ってください。朝の。わかんの。なんかおしゃれなスーパーだね。そうですね、おしゃれなスーパー。お安いですね、野菜とか。さすが渡り。この道はジョー君の家に行く道です。このカメラにさ、こう今、映してさ、撮って、ここは東京渡りでしていく。いいじゃん、東京で。日本一にぎやかなところです。首都です、キャピタルです。結構綺麗なところです。何もない。何もないよ。渡り駅だよ。渡り駅見える？見えないかな。あ、渡り駅見えますか？すっげーでかいです。近くまで寄るよ。あれは図書館と駅つながってるみたいです。おう、見えますか？すっごいですよ。寄る寄る寄る。パレスみたい。あれ大阪だ、大阪だ。渡り城です。大阪城。いや、ただ回った。はい、渡り城でーす。ここは。ここ天皇陛下が住んでるところだ。いいじゃんそれ。天皇陛下住んでるとこ。天皇陛下が住んでる。天皇陛下住んでまーす。バカさで。で、ここのソウルテでいつも焼肉食ってんじゃん。では、ここから、ちょっと待って、止めんの？止めないです。もうそろそろ着く？着きますよ。城の家、着きました。これです、立派な家。そうか。普通だろ。あれは多分城のお父さんですよ。なんかね、頼んじゃねえよお前。盗撮だよこれ。盗撮。今一生懸命ドア開けてます。犬がね外に出ちゃうから、犬出ないように。そうですね、なんていうの、バリケードみたいなの父ちゃん作ってる。邪魔。それすごいね。でもそういう風にちゃんと映るんだ。今やっぱさ、赤外線だから撮れんじゃねえこれ。28分ですね。撮れますよきっと。こいつは花ちゃん、蝶の家。これ蝶の家です。荷物さ、明日明るい時でいいか。おい、おいす。じゃあ明日明るい。蝶…花お座り、花お座り。お座った。噛みますよ。
お手お手あれどうしたの？すんげえ興奮してる。ジョーの家入りました。お邪魔します。はい、どうぞ。広い部屋です。これ何撮った？なんで気ぃ使わないの？俺は一人大工さんでもないのに。何言わない？いただきます。ビールあんの？あるよ。うわ、こんな食べ物を知らない。知らない。何の知らこうなのこれ。うわ、うまそうです。こんな知らこうなの？